最終9レース最後の S 級準決勝、こちら3番の武田豊樹選手、今日はラインの前に中島正孝選手がいますが、どうでしょうか。締め切り直前は突き抜けてというところ、3番1番が 5.6 倍という人気になっていました。中島もだいぶ強くなってね。そうですね、競争得点も 106.71 だからね、はい、3番5番だと 7.9 倍、ただ北の2番4番が 5.7 倍、人気分け合う形になりました。では実況でご覧ください。バンプ内2日目の熱戦が行われてきました。サンケイスポーツ夕刊富士賞八重子マジスティックナイターの開催、八重子競輪場最終第9レースをこれから迎えていきます。準決勝戦最後の組7選手が入場してきています。8レースは1着同着で小林と鹿内が明日の決勝戦進出を決めました。ここまで7レース8レースと非常にゴール前1着争い際どい攻防が見られています。この9レースも熱戦が期待されそうです。戦う7選手が到着してきています。1番茨城杉本正隆、2番北海道菊池慶翔、3番茨城武田豊樹、4番青森佐藤和也、5番群馬中島正隆、6番宮城今野哲也、7番青森坂本周希、この7選手でこれから行われます。ここは関東3人北日本4人の布陣で2つに分かれての攻防です。特選競争は自分で動いていった茨城の武田豊樹、まくったんですが6着でした。今日は関東連携で前に絶好の目標があります。中島とは2度目の連携になります。今日はしっかりタッグを組んで生かしてサスキリ決めることができるか、対する北日本の番手を回っていくのが北海道の菊池慶翔です。昨日は自力でまくって1着を取りました。今日も北日本連携番手回りを生かして菊池慶翔は連勝のサスキリを狙っていきます。共に番手から決勝進出を狙う武田、菊池両選手となっています。発走いたします。後方なってキーレースのスタート、最内から1番杉本、外から中島、そして内から武田と関東3人が上がりました。この後中島が正候補に上がっていきます。北の4人が中段から後ろ、2番の菊池がいて、4番佐藤、6番今野、7番坂本がその3者の前4番手に上がって体勢出来上がっていきます。バックから3コーナーに向かっていきました。5番中島が正候補の位置に上がっていきます。予選競争はペースが緩んだところを一気に仕掛けて小林とマンツーを決めた競争がありました。今日は茨城勢武田を連れての攻めになっていきます。一気の仕掛けもあるのか、力強く前に攻めてゴールまで押し切りを狙ってきます。2周目1コーナーです。3番武田がマークに上がってきました。昨日はラインの前で自力でまくったんですが得点は6着、絶好の番手回りを生かして2回目の中島とのタッグをしっかりと決めて直線一気の追い込み、今日は決めることができるか。1番杉本は昨日はラインの前で差し込んでの2着でした。今日は武田の後ろ3番手回り足を溜めての勝負です。北の4人は中段から後ろ、7番坂本が4番手から行っています。予選は赤番からうまくペースをつかんでかなり長い距離を踏んで2着に粘りました。今日も果敢に打って出てくるのか、仕掛けを決めて粘りたいところです。残り3勝を切ります。2番の菊池が続きました。予選は混戦になったところ自力まくりで決着をつけています。今日も北日本連携番手回りを生かして今日は直線追い込むシーン作ることができるか。4番佐藤は直線差し込んで2着でした。今日もライン3番手回り足を止めて直線勝負にかけていきます。6番の今野は昨日は番手から差し切りました。今年の嬉しい初勝利、今日は4番手を固めています。坂本が車間を切りました。2センターから4コーナー、まずは北のカルテットが上がってきそうだ。5番中島が正攻法で後ろを見ている。7番坂本がどこから仕掛けるか。赤番周回で上がってきました。一気にかます体勢だ。北の4人が出ていく。中島は前から車を引きました。中島は5番手、北
下の4人が前に変わって引いた中島5番手で坂本がそのままペースを上げるか、2番菊池、4番佐藤、6番今野で西田進相手、5番の中島が5番手の位置、3番武田、1番杉本、1番後ろでこのまま北日本勢先行になるか、5番中島5番手だ、7番坂本先行勝負、2番菊池、4番佐藤、6番今野が続いての最終回、5番中島5番手まくっていけるか、武田はその後ろで1センターから2コーナー、5番中島5番手まくってきました、2コーナーからバック、バンテレー2番菊池が車間を切っている、バックから3コーナー、中島のまくりはまだ3番手の外、武田はその後ろ2センターから4コーナー、引きつけて2番菊池が追い込んでくる、横からまた2番菊池、外から5番中島追った武田ですが、2番菊池抜け出したゴールイン、菊池は抜け出しました。続いた4番佐藤2着、3着はどうか、6番今野、5番中島、この2人争いになっています。3着争いどうか、今野でのライン上位独占になったかどうか、9レース競争は異常ありませんでした。7番坂本が先行勝負で、2番菊池が引きつけながら番手後ろを見ながら踏み込んできました、後ろ続いた4番の佐藤、そして6番今野、中島も3着争い迫っていたんですが、北勢で決まったのか、角度変わって2番の菊池は番手から抜け出しての1着、続いた4番佐藤が2着、3着争いなんですが、わずかなんですが追走した6番今野です。今野が3着で北の 1,2,3,2 番4番6番の順になりました。最終の準決勝戦は北の連携が鮮やかに決まった形になりました。坂本先行フルに生かした2番菊池継承が連勝で明日の決勝戦進出を決めています。この後の施設決定までしばらくお待ちください。最終9レース S 級準決勝をご覧いただきました。レースの実況、小川雄一郎さんでした。北勢が逃げていってという競争でした。万全の走りだね、そうですね、北勢は、はい、番手の菊池選手は自力もありますからね、うん、まあね、うん、昨日のまくりが効いてんだよね。あ、自力でのまくりですか、うんうん、あそこら辺がね今日効いてますね、はい、弥彦競輪第9レース決定。1着2番、2着4番、3着6番。引き続きまして第9レースの払い戻し金をお知らせいたします。車番2連勝複式2番4番390円、車番2連勝単式2番4番570円、3連勝複式2番4番6番1590円、3連勝単式2番4番6番2380円、ワイド2番4番200円、2番6番1090円、4番6番960円。以上でございました。9レースの結果です。 S 級準決勝、1着2番菊池継承、2着4番佐藤和也、3着6番今野哲也、払い戻し金2車単2番4番570円、3連単2番4番6番2380円、その他の払い戻し金額はご覧の通りです。では9レース振り返りましょう。6番今野で西田進相手、坂本が逃げて、はい、3番手が1番手、杉本番手、佐藤今野といて、もうこれ北の結束という絵に描いたような万全の走りだな。そうですね、中島選手はどこから行くかと見てましたけど、まあね、でもまあ動いては来るよね、動いては来るんだけど、もう4番もきっちりこう言い締めるって感じ。競争だよね、ラインしっかりしてますね。2番菊池が追い込んでくる、横のまた2番菊池、外から5番中島を追ったけどですが、2番菊池抜け出したゴールイン、はい、菊池は抜け出しました。いやー、もう盤石だなこれな。そうですね、これはやっぱり先頭で戦った坂本周希選手がしっかりとかけてという競争でしたからね。やっぱり自分の持ち場ね、うんうん、仕事が分かってるというね、職人さんたちのレースでしたね。職人さん、競輪職人さんたちですね、うん、さあこの後は菊池継承選手の喜びの声を皆さんにもお届けします。まだちょっと準備できませんので、菊池さんおめでとうございます。ありがとうございました。もう北日本万全の走りだね今日は。いや坂本君がうまくレース運んでくれたんでね、
チャンスが生まれました。いやもう見事な、もうこれぞ連携というね、うん、これぞ絆というのを見せてもらいましたけど、はい、あの中島君も強い選手なんでね、はい、まあ、その辺警戒して、はいはい、ラインで、はい、昨日から今日とだいぶ余裕が出てきましたね。そうですね、あの7射立てになってからどうなのかなと思ったんですけど、はい、今のところも問題なく走れてるんで、はいはい、頑張れ、連勝で決勝なんて気分いいでしょ。そうですね、あの弥彦は相性のいいバンクだと思ってるんで、はいはい、明日も頑張りたいですね。明日もう1回1着取ると完全優勝ですよ。そうですね、あの、はい、最近いいところ見せれてないんでね、はいはい、頑張りたいですね。頑張ってください。全国のファンにメッセージお願いします。優勝目指して頑張ります。応援してください。おめでとうございました。